第6試合は 56.5kg 契約3分3ラウンド肘やりのルールで行われます。画面向かって右が上山聖輝、そして左が栗明翔吾です。さあ試合がスタートです。大江さん、またもやシュートボクサーがこの外敵を迎え撃つような構図になりましたね。そうですね、これはもう本当この日本人同士のこの対抗戦というのはもうピリピリっとね、はい、前蹴り盛り上がりますよね。クリアクの前蹴りです。ピーンと緊張感がね、はい、張り詰めますけども、そうですね、白のロングスパッツが上山聖輝です。シュートボクシングの日本スーパーバンタム級チャンピオンです。36戦のキャリアを誇りますローキック、そしてハイキックで返しました栗明です。栗明はまあ九州でもともとは活躍をしておりましたが、昨年上京ボディ、まあ、現在はレベルスのリングで活躍をしています。まあ、かつての笠原弘樹をノックアウトしたこともありますからね。そうなんですよね、3年前ですよね。その当時あの弘樹は9連勝中だったんですからね、はい、その連勝を止めたのがこの栗明です。そうですね、この栗明選手さっきから一つ二つとね、左のボディ肩強いの持ってますよね。その瞬発力が素晴らしいですね、はい、あと目の感覚ですか、はい、距離感がいいですよね。左で返しました。足を掴んで払いました上山です。今回は、まあ、その外敵を迎え撃つ、チャンピオンという、ね、この立場もありますから、そうですね、上山としては絶対にこれを守らなければなりません。おっと左返しました栗明、右フック左、ただまあちょっと栗明のパンチは読みにくいですよ。これカウンター右左しました上山、取られるとスタート取られますよ。思い切って振ってきますね栗明、ボディからそして顔面、あ左危ない危ない、効いてますよ効いてますよ、右フック、これなんですよこれなんですよ、はい、今一瞬顎が上がりました。そしてこれはシュートポイントにはなりません。これはね、上山もまた少し打たれ物男がありますから、はい、あの強打を持ってますけれども、ハードパンチャーの、まあ、上山でもありますけども、持ってますけれども、ハイキック逆にもらうと危ないですよ、うん、残りが1分切っています。うわバックフロー、お互い顔面を狙っていく、ジャブついていく上山、先ほどクリーンヒットもらってしまいました、うん、一旦ローキック、そして顔面、おっと左フック、あ今みたいな2つ打たせておいてね、はい、その3つ目のカウンターを取るんですよね、栗明選手、栗明のカウンター怖いですね、怖いカウンターですよ、はい、残り30秒切っています。もう残り10秒切っています。第1ラウンド、上山が出てくる、上山が出てくる、上山を一発これは当てるつもりでしょうか、ジャブをつきます、ここでゴング、第1ラウンドが終了。さあ1ラウンド終了しましたが、大江さん、まあ本当にあのハラハラする展開ですよ ね、一つ上山はいいのをもらっちゃいましたね、はい、ちょっと顎が上がる場面ありましたね。そうね、あのね、栗明のパンチがフォーム崩さずに速いパンチ打てるんですよね、はい、なので強いですよ、うん、ちょっとあの額のあたりも随分腫れてますよね上山、こぶになってますね、本当だ、でも先端は切れてますよね、これはパンチですか、なんだろう、まあまあ肘はないですから、まずはジャッジ3名とも栗明を指示いたしました。あ、この試合肘打ちありなんですね。そうですね、お肘当てたかな、いやなあ、いう張れ方は肘じゃないと。さあ第2ラウンドスタートです。展開早いから分からなかったですね。白いロングスパッツが上山、シュートボクシングの日本人、ああ肘使ってきました、肘切れたかな、切れたかな、ああ切れた、これはダメだ、
これはダメだ。ざっくりと切れました。いやこれはこれは深い傷、ちょっと厳しいな。縦肘一発で切り裂いた。うわこれはもう大江さん、ちょっとチェックするまでもないんじゃないですか。相当傷が大きいですよ。これは厳しいな。かなり大きな傷です。あこれもうダメです。レフリーはドクターすぐ止めました。ドクターストップ。なんと外敵のクリアキが TKO 勝利。一発で切り裂きました。2ラウンド15秒、ドクターストップによる TKO により。これが大江さん、キックボクサーの恐ろしさですね。そうですね。一発の縦肘で切り裂きました、クリアキ翔吾。いやまあだからそのあの縦肘ですよね。縦肘なんていうのは本当に距離感ないですから、あの踏み込みが厳しく、あの強くないと当たらないですよ、はい、インパクトと、ただそこをうまく使って当てられる、当てて、まあ、これだけの傷を作るわけですから、はい、大したもんです、まあ、素晴らしいですね、うん。